Thank you.
35m、はい、それで抜けると思いますが、今寒冷前線が東北の方近づいています。でこれから熊本にかかってきまして、抜けるのがどうも夕方か夜になりていますので、はい、九州ではですね、でこれからまとめ3か月くらいまでから、まあ、6時ぐらいからやんでくると思うんですね。これはピース。で今後は北陸の方が行くね、はい、大丈夫かな。でこのあと中国地方と寒冷前線が強まっていきますので、中国地方は9時ぐらいまでですかね、各域になると思います。はい、ここまでです。この後それ近畿地方で勝つ。近畿地方は夜中になると近畿地方では午後9時から午前4回までこの辺がピーク。で最後これがもう始まりました。明日の昼にはもう抜けていくということで、東海地方とか関東地方が、まあ、今夜遅くから明日の朝ぐらいがピークになるということになるわけです。で、さらにですね、この地図にない沖縄たち雷が聞かれませんが、沖縄の方は亡くなりとか、その九州の南部も、それから東北や北陸、こちらの方も暴風や高波についてですね、日本中はね、この方はね、熊本のあるとか、九州の関西の雷が聞かれますので、そういう雨、被害、ことになっています。前線が通過するとともに、はい、風も収まってくると考えられます。今回はですね、前線が通過してしまうと一気に変化してくるので、風が収まるところですね、で晴れてきます。心配なのがですね、気温が上がるね、これ今日の予想気温です。今日まだ全体が通過する前ですけれども、まずあの全然通過前の金沢とか新潟の2.9度です。もう南風が下がったら、さっきのあの、ものすごい風が、はい、はい、こうやって向かうと、はい、こうやって見ていくと、南風が吹きます。山を越えて吹き降る、そうですね。はい、雨が降り落として、外側に、はい、でもここに山がありますから、そうやって風現象とか独立で通すんですよ。あー、2.9度だもん。あの、山が、東北に運んでくる30度超えたんですね。はい、これは30度。あの、石垣島とか、岩国島と30度です。はい、先生の方向になります。で、この前線が通過した後もですね、この黄色いところは夏日です。25度以上のところはね、かなり気温が明日が晴れてみるようになって20度。この問題は24度で済むんです。これは光の気温ですから、前線下では5度ぐらいになってもいいです。そんな気温になると、あのぐらいが過ぎた後ですもんね。そうですね。そのほか、東京、名古屋、大阪も、特に明後日から6日にかけては30度近く。とにかく特産的に変わるというような情報ですね。こう大きい方があってもありますからね。まあ、激しい雨があったり、こんな大谷さんの上で温度ですから。大きな手で、この辺に報告、気をつけてくれ。